まあ入所の相談ですねそれに伴う、まあ、順位付けですけど判定会議をかけて、まあ、次の方をどうするかっていうところも含め、まあ、家族の相談に乗るっていうところが一番のメインですかね。えー、と今 これから入られる方と、あとは今入られてる方の家族から、家族様からも。まあ、いろいろな要望があったり、伝達があったりするところを、えっ、ー、と、受け渡しをしております。えっ、ー、と、利用者様が、はい、あの、どんな生活が一番望んでいるかとか。どういう暮らしが一番尊厳を守るっていうところで。いろいろ模索してるっていうところが、一番の今仕事かなっていうのもあります。